さんこんにちは、無償化です。皆さん大好き、ガチャ動画です。というわけで、無償化の YouTube ではバンダイさんから出ている生き物大図鑑シリーズ、昆虫のガチャガチャをたくさん皆さんに紹介していたと思うんですけれども、なんとですね、今年の夏休みに生き物大図鑑の昆虫シリーズ4つ発売されておりまして、で、本当はですね、夏休みに全部できたらなと思っていたんですけども、まあなんせね、夏休みはちょっと生きた昆虫を中心に扱っておりましたので、どうしてもガチャガチャの方が優先順位が低くなっておりまして、なんとか8月の最後に1つだけクワガタ08だけ皆さんに紹介することができたんですけども、順番にですね、残り発売されているやつもやっていけたらなと思っているんですけども、今回はその中でもカブトムシ07をやっていけたらなと思っております。しかしですね、今回正直あんまりやる気が起きなかった。というのもですね、ちょっとラインナップを見ると、今回ですね、日本のアオカナブンが出たり、なんと初めてカブトムシとサナギが出たり、ちょっと面白いシリーズではあるんですけども、6種類中3つがですね、ヘラクレスオオカブトなんですよ。もう過去カブトムシガチャでヘラクレス何回出た。というわけでですね、今回正直、ヘラクレスオオカブトはどうでもいいと。その中でも残りの3つですね、この3つさえ当たればいいなと思ってガチャガチャ押しに行きました。というわけで探しに行ったらありましたよ、こちら。カブトムシ07。というわけで1回500円ということで、100円いっぱい両替してきまして、ガチャガチャと回したところ、お、こんな感じでちょっと透けて中身見えてるじゃんということでですね、アオカナブンとダイコクとサナギが出たら、もうヘラクレスどうでもいい。それで帰ってやろうと思ってたんです。そして、その3つが揃うまで回した結果が、こちら。まず1回目回したら、緑見えるじゃん。アオカナブン来たね。そして、はい次でかいの。あ、でかいのはヘラクレスやろうな。まあ、しゃあない。はい3個目。またでかいの来た。ヘラクレスかぶりかよ。くっそーと思いながら3つ目。4つ目。ちっちゃいカプセルで青いのが見える。これ大黒じゃね？もうあとこれサナギ出たら買えるべ。はい、四つ目。あー緑か。青かな分やな。まあしゃあない。でかいカプセル。ヘラクレス。七つ目。でかいカプセル。ヘラクレス。ちょっと待て。そして、八つ目。なんとかサナギっぽいの出た。というわけで、カナブンとダイコクとサナギさえ揃えばよかったのに、サナギが出るまでに8回かかりました。その間に出たヘラクレスが 1,2,3,4,4 つです。ということで、意図せずコンプリートしてしまったのかもしれません。というわけでね、今回ちょっと楽しみにしてた、緑が透けてるカプセルから行きましょう。セロテープ買ったいの？セロハン剥がし。ってなわけで、オープンザガシャ。ポン！おー、すーげー色してんな。パーツ少ないね。というわけで、まずはラインナップから見ていきましょう。バンダイ生き物大図鑑カブトムシ07。商品ラインナップはこちら。1番、ヘラクレスヘラクレス、カイ。カイって、ドラゴンボールか。2番、ヘラクレスリッキー、カイ、ブルー。カイのブルーはもう、ドラゴンボールよ。3番、ヘラクレスリッキー、カイ、オレンジ。4番、ランキフェル大虹大国。5番、アオカナブン。6番、ヤマトカブトムシ。全6種類です。というわけで、こちらは言わずもがなですね。というわけで、パーツとしては、触覚パーツと足パーツを胴体にはめていくというような感じでございます。じゃあ、まず触覚パーツからはめていきましょう。さあ、これね、触覚パーツむずいんですけれども、これぐらいなら爪で、手や。入った。カナブンの触覚。簡単。こっちも。よいしょ。よし。そして、足パーツは根元に刻印があるので、これの通りにはめていきますと。じゃあ順番にはめていきましょう。あ、今回足が、ちょっと、硬いね。はい。ちょっと今までよりは足入りにくかったですね。しかしまあ、問題なく組み立てることができました。というわけで、一つ目完成しました。5番の、青かな分でございます。なるほど、なるほど。まず一つはですね、やっぱりバンダイさんはこういうのを作ってほしいんですよ。今までね、やっぱカブトムシクワガタって言ったら子供たちに人気かもしれませんが、この子も日本の里山を代表する昆虫なんですよ。いやー、こういうのどんどん作ってほしいね。そう、皆さんね、カナブンはもしかしたらカブトムシとか探しに行った時によく見かけるかもしれませんが、この青カナブンってね、なかなかいい自然環境に行かないといないんですよね。おそらくね、ちょっと涼しい環境の里山環境に行かないと見れないんじゃないかなという印象でございます。やっぱり青カナブンが一緒にいるっていうのは結構いいところなんですよね。ね、遠目で見た時その青カナブンらしさが非常によく出てて、僕はね、すごくいいと思います。まあ、ただね、指摘するところがあるとすれば、やっぱり毎回この500円ガチャで残念なのは、この足が単色なとこですよね。以前、クワガタシリーズに登場したゴマダラカミキリとか、エラフスホソアカクワガタなんかもそうなんですけども、足に光沢とかグラデーションつけるって結構コストかかるんじゃないかなと思います。で、それどうしてもね、500円ガチャだとこうやって足が単色になってしまうことが多いので、ちょっとそこだけは残念かなと思うんですけども、まあ、僕はね、もう500円でこのクオリティを出してくれたのは本当にすごいなと思うので、なんだろう、青カナブンとか黒カナブンで、ちょっと1000円ガチャ作ってくれても、僕は嬉しいかなというレベルなので、ちょっと今後に期待したいですね。というわけで、
けで一つ目は5番の青カナブン。じゃあ次デカカプセル行きましょう。まあちょっとね、ヘラクレスはもういっぱい持ってるので、ちょっと虫岡としては楽しみがそんなにないんですけれども。でもね、やっぱりヘラクレスオオカブトといったら子供たち大人気の昆虫ですから。セロハンカガシ。オープンザガシャポン。はい。というわけで、ヘラクレスが来たね。これほんまに500円ガチャか。なんか500円ガチャにしてはすげークオリティしてる気がしますね。というわけでヘラクレスの場合はまず、胸郭をズボッとぶっ刺す。そして胴体パーツ2つをぐさっとぶっ刺す。はい、硬いな。足パーツはカナブンと一緒で順番にはめていくだけですね。というわけでね、ちょっと今回も、ちょっと振ってつけていくか。結構ね、前回の動画でこの振り方を丁寧にレクチャーしたつもりやったんですけどもね、結構コメント欄ではね、ずっと振ってるんですけども、くっつかないですみたいな人多かったんで、まあ、まずはね、こうやってちょっと丁寧に足並べるところから始めてみてください。丁寧に足並べた上に胴体乗っけて、まあ、横とね、縦を本当に混ぜながら振っていくっていうのが大事っす。んで、ちょっといい感じのところで横にこう激しめに振ると。よいしょ!こんな感じでできますので、ちょっと慣れるまで皆さん頑張ってみてください。というわけで、二つ目完成しました。3番のヘラクレスリッキーカイオレンジでございます。ちょっとこれ舐めてましたわ。500円でこれ出んの?やばいね。いやーもうね、このカブトムシシリーズにヘラクレスもう散々登場したからいいでしょうと思ったんですけど、500円ガチャからこのクオリティのものが出てくるとは思わなかったです。もしよかったらね、もう虫岡が数年前に挑戦したカブトムシの一番初期のガチャガチャ見てみてください。もうヘラクレス何種類かあるんですけども、まあもうこれとは圧倒的にレベルが違います。作りもすごくしっかりしてますし、もう文句なしですね。いやー素晴らしい。ですので以前出たアドバンスとかに挑戦していない人は500円で今回初めてヘラクレスをゲットする分にはすごくいいヘラクレスオオカブトだと思います。というわけで今回引いたのはヘラクレスオオカブトの中でもリッキーと呼ばれる亜種でございます。リッキーはこの頭角の先っちょがかぎ爪状にフックするところが特徴でございます。ヘラクレスオオカブトを飼育している方たちの中でもおそらく2番3番人気あたりがもうこのリッキーに入るんじゃないかなと思います。すごくフォルムのかっこいい亜種でございますね。というわけで2つ目はヘラクレスリッキー貝オレンジ。じゃあせっかくやからさ、ちょっとヘラクレス連続で行きましょうよ。おそらくこれも中身ヘラクレスなんですよね。被ってなければいいな。よいしょ。あ、やばい。剥がれへん。くそ必殺。セロファントム。よし。これはなかなかセロハンテープが剥がれない時の必殺技です。オープンザガシャ。お、これちょっと色違うね。しかもこれはちょっと簡単に振って組み立てれそうだな。多分ね、これぐらいの感じなら、まあ足置いちゃって、で、多分、角もひっつくと思うんだよな。多分、縦を中心にやると、よいしょ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 !うわ!あ、でも結構しんどいね、やっぱ角あると。というわけで、三つ目は、一番の、ヘラクレスヘラクレス貝。良いんじゃないでしょうか、これも。いや、初期のヘラクレスオオカブトと全然違うやん。はい、さっきのリッキーと何が違うんやという方もいると思うので、ちょっと説明しますとですね。フィギュアとしてはこの上肢の色が違いますけれども、ただね、このヘラクレスオオカブトの上肢の色っていうのは、湿度によって変わります。すごく乾燥している時はこちらの黄色で、で、湿度の高いところでは、どんどん羽が黒くなっていくんですよね。で、もちろん個体差っていうのもあると思いますけれども、まあ、大体はね、乾燥しているとこっち、そして湿度を含んでくるとどんどんこうやって黒っぽくなってくるというような認識でございます。じゃあリッキーとヘラクレスヘラクレスの違いは何かというと、まずはこの胸郭でございますね。左がヘラクレスヘラクレスなんですけども、圧倒的にこの胸郭が太いですよね。このヘラクレスオオカブトの足の中でも一番胸郭が太くなるのがこのヘラクレスヘラクレスでございます。そして頭角にも違いがありますね。ヘラクレスヘラクレスは頭角にこうやって突起がいっぱいありますね。しかしリッキーの場合は一つしかありません。ヘラヘラの場合はね、だいたいここがね、最大で4つぐらい出るみたいです。そして頭角の先も違いますね。やっぱりリッキーはフックしているのに対してヘラヘラはまっすぐ伸びてますよね。このようにね、生息地によってこうやって微妙な違いが出てきております。さっきヘラクレスオオカブト飼育者の中ではリッキーが2番3番手ぐらいかななんて話をしましたけれども、圧倒的1位なのがこのヘラクレスヘラクレスでございます。角も太くなるし、サイズも一番でかくなるのがこのヘラヘラの特徴でございます。というわけで1番のヘラクレスヘラクレス貝。これさ、もうせっかくやし、ヘラクレスのコンプリートさ、やっちゃおうぜ。おそらく右手のカプセルは、リッキーオレンジで被ってるんやけど、左があんまり見えへんのよな。だからこれからブルーが出てきたら、ヘラクレスのコンプリートはひとまず完了でございます。リッキーブルー出るでしょうか?セロハン剥がし。頼む!オープンザガシャポン!はい、来たー!ヘラクレスコンプリート、完了っぽいです。
というわけでね、ここまでくっつかなかった皆さん、俺の振り方をよく見ててください。これね、本当にもう振り方だけなんですよ、コツって。本当に縦と横を混ぜていきながら、まあ、斜めとかにも振るかな、正直。よいしょ。痛い。よいしょ。ああ、というわけで4つ目は、2番のヘラクレスリッキーカイブルーでございます。いいねえ、ヘラクレス3連続来ました。というわけで、無事、ヘラクレスオオカブト3種類、コンプリートすることができました。このラインナップはアドバンスの時にも見たよな。まあいいや。それが今回500円で手に入るんですから、素晴らしいですね。はい、というわけでね、さっき背中の色について説明しましたけれども、おいおい、黄色から黒に変わる過程で灰色になることないやんけと思うかもしれませんが、このブルーと言われるですね、この灰色になるのはちょっと特殊でございます。詳しいことはあんまり分かっていないようなんですけども、こういったヘラクレスオオカブトの背中に紫外線が強く当たった時にこのグレーっぽい色になるなんて言われているみたいです。標本とかでは結構日に当たってこうやってグレーっぽくなっちゃってるような標本とかもあるんですけども、生きたままの姿でこうやってグレーになることって本当に少ないみたいなんですね。で、稀に野外品でこうやってグレーになって生き残っているような個体が入荷されることがあるんですけども、何十万の価格がついたりすることだってあります。しかしそうやってすごく高価なブルーの個体を入手して繁殖させても、やっぱり出てくるのはほぼほぼこういう通常の黄色になっていることがほとんどなようです。ですので結構虹色クワガタとか金色クワガタ系はうまく血統によって色を操作したりすることがありますけれども、まだねこのヘラクレスをブルーで固定するなんていうことは、まあ、今後もちょっと難しいことなんじゃないかなと思います。というわけで4つ目は2番のヘラクレスリッキーカイブルー。というわけでヘラクレスタイムが終わったので、こっからはちょっと無償化楽しみですね。やばい、これはセロハン剥がしが使えない。セロファントム。セロファントムはセロハン剥がしが効かない。オープンザガシャポン。いいね、輝いてるね。おーおーおお、すっごい顔しとるぞ。あ、これすげえ簡単そうやわ。しかもなんかもう足も適当で良さそう。頭乗っけて、よいしょ。あ、いけるわ。せーの、ほい。完璧です。というわけで完成しました。5つ目が4番のランキフェル大虹大国でございます。バンダイさん、こういうことです。マニアックなのをどんどん作っていこう。というわけでですね、ただ、昔から無償化の YouTube 見てくださってる方はですね、前もこんなガチャガチャなかったって思ってる方いるかもしれません。そうなんです。以前、ソータアリマリエコレクションの方からですね、エンシフェル大虹大国というようなフィギュアが登場しております。それと一緒じゃないんかと思う方いるかもしれませんが、一応種類としては別種でございます。同じ南米の方に生息している大虹大国の仲間で、近縁種らしいんですけれども、生息域が微妙に違うというような種類のようですね。確かにね、写真見てるとこの胸郭の形も微妙に違うのかなとも思うんですが、ちょっとあんまり詳しくないので個体差と言われたらそうなのかもしれないですね。というわけで大黒コガネという名前を聞いて皆さん何か思い浮かべないでしょうか。そうなんです、糞虫です。クソ虫と書いて糞虫です。でもね、日本でも糞虫って結構綺麗やったりかっこいいやつおるんですよね。五本図の大黒コガネなんてカブトムシやし、オーセンチコガネだってこいつに負けへんぐらい綺麗やし、なんで糞虫というのはああやってかっこよかったり綺麗なやつが多いんでしょうか。あんまりね、無償化の YouTube で糞虫を扱ったことがないんで、ちょっと今後どっかで取り上げてみたいなとも思っております。というわけで5つ目は4番のランキフェル大虹大国。というわけでラスト、今回無償化が一番楽しみにしてたカプセルでございますよ。今回のシリーズセロハン剥がれにくいな。やるしかねえ。セロファントム、説明しよう。セロファントムっていうのは、セロ、オープンザガシャポン。いいよ、バンダイさん。いや。パンか。ラスト、6番のヤマトカブトムシ、サナギでございます。今までね、成虫だけじゃなくて一回幼虫は登場しましたけれども、サナギ来たで、おい。これ作りはめちゃくちゃいいですね。いや、遠目から見た時の色とかもすごいいいんですけど、この実物を生で見てる人は、すっごいクロワッサンに見えると思う。なんかね、色がね、ちょっとだけクリーミーなんだよな。ここのシワ具合やばいね。完全にサナギやん。うわ、ここだ、ここ。ここいいね。はい、皆さんね、あんまりこの姿を見ることないかなと思いますけれども、ご存知の通り、カブトムシのサナギでございます。完全変態であるカブトムシは、春になると土の中で洋室と呼ばれるサナギになる部屋を作って、こんな感じでサナギに変態します。そしてこのサナギの状態で1ヶ月程度過ごした後、サナギの皮を破って成虫が登場します。
飼育している最中もできるだけこういうサナギっていうのは掘り出さない方がいいので、皆さんもあんまり生で見たことないんじゃないかなとは思います。ただ過去の虫岡の動画でも上げたことありますけれども、このサナギを掘り出した場合でも、適切に対処すればうまく羽化させることもできます。無事に羽化させたい場合は触らない方がいいんですけども、やっぱりお勉強としてね、実際皆さんには一回サナギの姿を見て、人工養殖で羽化させてほしいななんて思います。もちろん幼虫から成虫に育てるということもすごく生命の神秘を感じるんですけども、このカブトムシクワガタのサナギの姿を見たとき本当に感動します。ちょっとね、来年の春夏はちょっと一度皆さんにちょっとサナギの姿見てもらいたいななんて思っております。ぜひチャレンジしてみてください。そして、バンダイさん、ありがとう。というわけでカブトムシ07、コンプリートしました。いやー素晴らしい。正直ね、ここの3つさえ揃えばいいかなと思っていたんですけども、ヘラクレスのクオリティがめちゃくちゃ上がっててびっくりしました。もちろんアドバンスガチャほどではないですけれども、500円でこのクオリティで帰ってきたのはすごいね。今回のガチャガチャで初めてヘラクレスゲットする予定ですっていう方はね、本当にこのクオリティにびっくりすると思います。そしてヘラクレスもいいけど、この3つは必ずゲットしてください。というわけで、バンダイ生き物大図鑑の昆虫、この夏いろいろ出たということで、ちゃんとゾウカブトもプラチナコアでももうガチャガチャ済みです。まあもちろんね、昆虫採集の動画とかも出していきながら、ちょっと間に挟んでいけたらなと思っておりますので、お楽しみに。というわけで、ありがとうございました。ムシオカでした。愛って何ですか、どんなに抱きしめても人もたや